それではここで北軽井沢についてご紹介しましょう。群馬県北軽井沢は長野県との県境に位置し、その名の通り軽井沢よりも北側にあります。標高1000メートル以上のこのエリアは夏でもエアコンがいらないくらい涼しく、私たちの滞在中も夜は寒いほどでした。小滝テニスの周辺には一面のトウモロコシ畑やキャベツ畑が広がっていて、浅間山のふもとの高原地帯でとても静かでのどかな雰囲気が魅力です。周辺には牧場や野菜の直売所、ハイキングやアウトドアなど大自然を満喫できるスポットがたくさんあります。小滝テニスではテニスだけでなく石窯ピザ焼き体験でランチもおすすめです。また宿泊施設もありますので、夜には満天の星空を独り占めすることができますよ。駐車場での車中泊も可能です。ドッグランもありますので、ぜひワンちゃんと一緒に訪れてみてくださいね。これは遊んでも全然構わない。これなんですと、あるのと、それから金属も足りないから暖房も。持てんのかな、知らんよな。窯で焼くピザってさ、直置きでよかったやろうかな。え、こんなんか掘り込んだよ。え、このまま焼くんですか。ほんとほんと。あ、そう。これってこの上に乗せて焼くんだよ。あ、やっぱりこれ置いてるやん。置いてるやん。ばっかり焼けちゃうから一回出さないと。焼けてない面をまた奥に入れて、もう本当に1、2分だからね、焦げちゃうの。あ、ほんまや。なんかあったかい。どういうこと。んもうちょい焼いてよかった。あ、もうちょい焼いた方がいい、うん、初めてやもんな。うん、おいしい。へえー、一回開けてる。じゃあ、お客さん呼んできていい？うん。うん。
のでいい。なんというか、なんかあのあれみたいな寄生虫みたいな頑張ったよたやろうか。これ結構時間かかるのかな。まあまあ時間かかるな。裏表隅つくのひっくり返した。そうね、どっちかだけでしょ。あ、そこ持ったで。あ、膨らんできたで。すごい膨らんできたね。ついでにうちの分の虫見たんだけど。何やったよな。やった。こねて。こねた。それ撮った YouTube。 うん、撮った。どうやった。それ、ん、アップするんですか。あ、あげます。ゴームビーフロスゴーゴームービー。ね、ゴーさんスラッシュゴームービー。全然違ったけど大丈夫。違う、なんかこれなんじゃないね。なんじゃん、もっとなんじゃだよ。なんじゃなんじゃということで。中がちょっとこうウェットなところがあるからさ。なのでね、焼けてますでしょうか。うん、全然気にならん。美味しいじゃん、うん、やっぱ釜で焼いたから。こっちね、分厚すぎて裏ちょっと小麦粉感。うんうん、あと薄くでいい、うん、だからけど気にならん。厚さ6ミリっていうのがあるんでしょ。あんなところにブランコある。今シャツ着てるじゃん、見ながら片付けて。はい、お疲れ様でございました。今ね、すっかり日は暮れて夕方です。本当にね、大阪とは比べ物にならんぐらい涼しいんですけれども、今日何してたかと言いますと、朝の間にね、薪を割って釜に火をつけて、ピザをいただいたり、あとカレーを食べたりねしてたんですけれども、それ終わった後にね、近くの、小学生の男の子が手作りの小屋、家ですかね、作ってる子がねおったんで、それを手伝ってきました。手伝ったと言うてもほんの数時間やったんで、がっつりとはねお手伝いすることできなかったんですけれども、かなり楽しかったです。ほんまにね、あのゼロからね作って、ちょうどね、私がやったのが屋根のね骨組みを作って、その上にねコンパネを張っていくっていうところまで、手伝わせていただきました。今ねシャワーも浴びて、ちょっとビールもいっぱい引っ掛けたんですけどね、時間も時間ですので、晩ご飯の準備に入りたいと思います。Ducklings in a row like a little marching band, and they sing ooh ah mmm ooh ah mmm. Go to the couples in love and the sea.Above and any other living thing or creature I can think of, I wanna sing ooh.